リビングの窓辺で冬の間もシソを育てています。こんにちは、空の香りです。爽やかな風味と香りが魅力の大葉はプランターでも気軽に栽培できて、いつもあると便利ですよね。普通は夏が終わると枯れてしまいますけれども、室内なら大事なポイントを押さえれば、特別な照明を使わなくても窓辺で冬越しができて収穫までできるって知ってましたでしょうか。この動画では実際に秋に種まきをして冬越し収穫をするだけでなく、一度育てれば無限に増やせる方法をご紹介していますので、ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。では始めます。シソの種はダイソーで買いました。通常の種まき時期は4月下旬から6月中旬と言われていますけれども、私は全く時期外れの9月中旬に種まきをしました。気温が25度から30度で発芽をするとのことなので、残暑がまだしばらく続きそうなこの時期に挑戦してみました。育てていく容器は牛乳パックを12センチぐらいの高さにカットしたものとポリポットです。牛乳パックはダイソーのインテリアシートを貼ってリメイクをしました。ポリポットの方は底に穴を開けたプラカップでも代用ができます。水切りネットを内側にセットしますけれども、この後入れるものによってはなくても大丈夫です。私は今回ハイドロボールを使いました。ヤシ殻やバーミキュライトなどでも良いと思います。ハイドロボールの場合には少しコツが必要です。それは種をまく前に水を入れて水位を厳密に調整することです。後から入れると水加減を調整している間に種が奥に沈み込んでしまったりして発芽しづらくなります。その水加減の方なんですけれども、ハイドロボールを平らにならして隙間から水が見えるくらいの水位に調整します。水の調整ができたら種をまいていきます。たくさん入っているので多めに適当にまきました。このようにですね、せっかく先に水位を調整したのに横から押したりいじったりしたら台無しです。種をまいた後はできるだけ触らないようにしましょう。それから9日後の様子で2つ作ったんですけれども、右の方は先ほどのように種まき後にいじったせいで発芽したのはかろうじて2本だけで、左の方は密集しているので少し間引きをします。3本残しました。右はそのままです。まあ2本だけでも残ってよかったです。それから1ヶ月近く経った10月の下旬、間の撮影をサボってしまったんですけれども、その後も1本ずつにして成長しています。通常シソは一年草なので、この時期になると花が咲いて枯れてくる頃です。冬でも LED ライトを使って屋内で育てることができますけれども、我が家では LED ライトを使わずに窓辺で育て続けることができます。それはなぜかというと、実は場所がポイントになります。この後また撮影をサボったまま年を越すことになりますけれども、これは翌年の1月下旬の様子です。すでに何とか収穫と摘心をして新たに苗もできています。なぜ真冬も元気に育っているかと言いますと、シソは短日植物といって昼の時間が少なくなっていって、日の長さが14時間以下になると花を咲かせるそうです。花が咲いて種を作ると枯れていきます。このシソはリビングの窓辺で栽培をしているので、外の日が落ちても夜になると部屋の電気がつきます。温度の方も生育には20度以上必要と言われていますけれども、朝晩の暖房である程度確保ができるので、夜間に冷え込んでも枯れずにいてくれました。ただし成長速度は遅いです。というわけで収穫を兼ねて剪定と新しい苗作り植え替えをしていきます。気温が低くて成長が遅いと言っておきながら剪定をするなんて結構過酷ですよね。今見て思いました。まず葉っぱを収穫したら、ひょろ長くなった茎を切ります。この先端の茎は水につけて根っこを出させます。すでに水につけて根っこを出している茎は大きな葉っぱだけ収穫しておきます。
この茎は水に入れた瓶に挿してたまに水を足す程度でほぼ放置していたんですけれども、いつの間にか根っこを出して葉っぱも大きくなりました。思ったよりたくさん収穫できました。茎だけになった株は根っこが疲れているようだったので、新しくできた苗に植え替えをすることにしました。液体肥料を入れ替えてポリポットをセットします。ハイドロボールは一度洗って熱湯消毒をしました。水切りネットはめんどくさかったのか直で入れています。新しくできた苗は映像が分かりづらいですけれども、結構放置していたので根っこがとぐろを巻いています。私的には真夏よりも冬の方が水温の管理や病害虫の心配がないので、成長はゆっくりですけれども育てやすいです。ハイドロボールが足りなくなったので新たに少し足しました。植え替え完了です。それから10日後の様子です。暖かい日も出てきたので、そういう時は一気に成長します。2週間後には料理に使いたかったのか、また収穫をしました。まだ2月で寒い日もあるのに、こんなに葉を取ってしまってちょっとかわいそうですね。挿し木の子たちはまだ根っこが出ていません。茎の先端が茶色くなっているのでちょっと心配です。またまた放置して4月になりました。暖かくなったので元気が増したように見えます。根っこの方もちゃんと生えてきて育っています。そして4月中旬になってさらに大きくなりました。新しい苗はどんどん葉っぱが大きくなって、根っこも窮屈そうなので、今度はベランダで栽培用の容器に植え替えることにしました。その容器とはダイソーのクーラーボックスです。これで夏に向けてベランダでも栽培しようと思います。これは以前ベランダで育てた時の映像です。強い日差しを浴びて成長が早いです。夏の間はここからも収穫してたくさん料理に使おうと思います。こちらの栽培方法や成長過程などもまた別の動画でご紹介したいと思いますので、ぜひご覧くださると嬉しいです。窓辺のシソはまた収穫と剪定をして新しい苗作りも始めました。こうして絶やさなければ1年を通じて栽培ができるので、参考になりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。